お疲れ様です。今日ですね、こちらの遅延スケラーゴブゴヤ型やっていきます。ということでね、今日のメインは遅延スケラーではなく、入ってるついでのゴブゴヤです。こちらがね、バランス調整、新環境で加工されちゃったんでね、まあ、どんぐらいなもんか、やっていこうと思います。まあ、前シーズン本当ね、最強クラスですね。施設といえばもうゴブゴヤ入れとけばなんとかなるかなっていう。まあ、それメタのボムタウンとかもありましたけども、そんなゴブガが、壊れた時、3体出るのが1体に加砲されました。そんだけです、はい。なんで置いて3体ずつ出るのとかは変わらないし、HP とかも変わりません。ただ壊れた時に、3体から1体になったよっていう修正なんで、まあ、なんか修正内容的には、控えめ。はい。だいぶ控えめかなって感じはしてるんですけども、まあ、言っちゃうと、終わってます、はい。あんま言いたくないんですけど、言いにくいし。終わってます、このカード。まあ、いい意味で。いい意味で終わってるんで、まあ、ちょっと、やっていこうかな。で、今回、ロイかな。相手のデッキは、ロケホーメガゴ。ちょっと珍しい組み合わせですけども、ロイ J っぽい。はい。まあ、一旦小屋を置こうか。いや、置いたらあかんわ、これ。うお、危ね。しかも、クエイクや。うっさー、下がってもらって。なんでクイークなんだマジ。いや、ロイクイークはね、相当クイ、施設嫌いじゃないとね、使わないですからね。ファイボカライトがやっぱ主流なんで。まあでも、ここはクイーク相手が使ってきたんで、置いちゃいましょうぜ。ここのなんか3体のね、うざさとかは、今まで通り変わりません。はい。いってらっしゃい。働いてもらって。あー、マジで、ロー結構強くなったんですよ。衝撃がね、速くなったんですよね。一番大事。すぐ打って逃げるんで、ちょっと厄介になりましたね。でも今回、あ、ゴブリンのか。で、ゴブリン咲いたらスケラ打った方がいいみたいなとこないですか？と思い打ちます。で、クエイクを防衛に使わせたいよね。あー、綺麗、美しいね。ビューティフォー。マジか。さあ、めちゃくちゃ綺麗に守られて、ちょっと悲しいんですけども。ゴブがこれどうしよう。ちょっと待って、相手がクエイクでほんまに置けないんですけど。ガチのゴミカードなんだけど、どうしよう。ちょっと待ってよ。うわ、めっちゃいい延命してくるやん。しかも、あ、めっちゃいい延命してくる。置かんとやばい。置いてもやばい。さすがに。いや、この出てくるのが1体なんですよ。マジ悲しいけど。これ。ちょっと待って。おー、めんない。よーし、でかすぎる、耐える。あのキノコもちょっとめんどいよな。まあ、でも、クエイクなんで、その、幸せで言うとアイスイーズが残るよね。アイスイーズトルネで一生守ればいい。っていう、タルババとね。おい、殴んなよ。なんかたまに超ロングホー打ってくるんですよね、こいつ。よしよし。で、メガゴ地味にいい味してるよね。スケラは、ここで逆に打っちゃうと良くないね。なぜならゴブリンがいるもんね。うわー、これ、ちょっとしくったわ。ゴブリン。打ってから気づく。あ、ゴブリンいるわっていう。いや、マジで適当に耐え、一旦耐えよう。耐えて、なんとかしたい。いや、アイスイズベビドラで完封できるんですね。よし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 。いや、俺これ守れば勝ちだぞ。ちょ、一旦この物置どうしよう。ちょっと待ってよ。いや、アイスイズないとロイちなみに止まんない。逆来ると嫌ですよ。あー、分かってますね。うっ、まあ、一発ね。一発だけよ。うわー、ちょっと待って、マジでめんどくさいな、流れが。ゴブリン使ったんで、もう単品打っちゃいます。やっぱゴブリンいないっていうのがでかいんだよ。で、下げながら、アイスイズのチーム使って、いやー、痛いけど、ちょっと入ってんな。いや、耐えろ、耐えろ、耐えろ、耐えればいい、耐えればいい。ボブしちゃおう。待って、やばい。笑えない。ゴミ置き場。ちょっと待って、言い過ぎ、それは。いや、全然あるよ、全然あるよ、全然あるよ、これ。ゴブリン使った。
マジで熱い。ロケコーナーさんだけ入るな、マジ。オッケーオッケーオッケー。いや、これきついぞ、相手。で、適当にトルネードで、エレスピス。オッケーオッケーオッケー。いや、勝ったろ。危ねえ。よし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 。間違いなく、墓石でよかった。まあ、今回は、ちょっと相手がクエイクだったんで、活躍しにくい点もあったかもしんないんだけど、やっぱ今までのゴブゴヤは、その、クエイクで壊される、ポイズンで壊される、ファイボで壊されるけど、やっぱね、壊されるのは当たり前なんで、その壊された後に、やっぱ3体がね、地味に攻撃して、まあ、ユニット溶かしてくれたりだとか、まあ、そこにいるやっぱ厄介さがね、あったんですよ、うざさがね。けども、いない、1体ってもういるかいないか、しかもなんか下の方にいるから、陸受けにもね、そんななんないし、それこそね、もう無視できるんです、相手は。5打ったらそれだけで無視、あと無視できる。5ウッドまでね、前をちょっと打たないと厄介だったんですけどね。そこがね、辛いですよね。ユニット1枚、自分の1枚で済んじゃうですから。さあ、キョスケ、まさかっつってんで、ご存知なんですか。さあ、キョスケは、ちょっと今シーズン強そうなんですけど、まあ、めっちゃいる感じではない、今んとこ。キョスケザッピーか。ロイホグ?マザネクロイホグ。これね。やばいんですよ。2体なんですよ。やめて、アイスイズ。行かれないで。行かれそう。いいナイトだ、あれ。いや、拾えない。なんで?もう本当に疑問ですけど、なんで?あー、そういう感じね。ゴブリンとかいんのかな?一旦撃ってみる。ちょっときついんじゃない?おー、なんかでっけえのが出てきたな。いやー、ちくれちくれちくれ、入れ入れ。もうちょっと入ってほしかったっすね。さあ、キョスケマザネクドリル、マジアチャドリルなんですけど、墓石ボーラーでなんかだいぶ特殊ですね。まあ、ゴブゴヤどんぐらい頑張ってくれるかですけど。禁忌する必要あるかな。まあ、禁忌。やばい。記念に、禁忌とできないの、やばい。いや、でも、強すぎる。これやべえ、もう一枚咲きたくねえな。墓石欲しい。いや、これいらないっすね。オッケー、よく耐えた。橋前マジやっちゃう。あれ、どうしようかな。まあ、一旦ゴブゴヤ置く一旦置くかで、高いとマジやっちゃでやられちゃうんで、めっちゃ低めに。あー、これありがてえ。まあ、攻め取りに来るかもしんないっすね。そしたら、アイウィズはカバーします。来ない。まあ、これは、さすがに抜いてくるんじゃない?知らないですけど。はい。いやー、来ないな。偉すぎるね。マスケル打っちゃって。ポイはね、なんか打たなくてもいいかもね。あの、後ろのマザネ、マジエちゃん?ちょ、マザネとマジエちゃんめっちゃ言い間違えんだ。ボーラーはまあ。まあまあ。いや、ないといいね。ボーラーちょっと厄介ですね。まあ、遅延スケラー、もう地味が有名なんで、ね。ちまちま行こう、ちまちま。さあ、まあこれを真ん中で受けて、タル転がして、いや、アイスイズが振り向く。偉すぎる。ないと帰ってくる。気をつけのバカでね、行かれないように、しか逆サイに出しながらの、いや、ちょっといい流れじゃない。まあ、一旦ゴブゴヤ置こうぜ。ちょっとやべ。あの子はね、ちょっと危ないんでね、いると。あー、痛すぎる。けど、このなんか全てがミリ残った。このカウンターは強い。いや、最後のやりゴブ、これ3体いたらまたでよかったんですけどね。いや、めっちゃいい感じに守られてる。いや、マジでサボれ。いやー、そんな止まるっていうぐらいちょっと止まっちゃったっすね。まあでも、流れがいいのは、マジでそう。これ全部許容して、これはもう、もうきついやろ。なんで当たった?ナイト。あー、偉いな。もう撃っちゃっていいんじゃない?で、ポイに沈めてあげて、マジでね。いやー、ちまちま入るよ。これが強いですから。で、ゴルナイもいないんで、後ろゴブゴヤも強いっしょ。マジアチ抜きだけ警戒してなと。
さ、きつい相手もうユニット貯めてあげて、やっぱ地味だね、強さやっぱ今まで通りあるっすよね。タルババこれ低めかな、でも後ろに下げないといけないですね、あのマジャッジ危ないんでね。後ろで速攻とかしてあげて、あれは入らない、あこのボールがやばい、うっこのボールマジでやばい、いや一発入ってる、これも同時に攻めてあげて、アイスイズ、うっいやーでかすぎ、さあまたあのトレノポイズンでマジャッジ沈めてあげていや確実、よしよし、もう耐えれば強いんでね。まあでもどうですゴブゴヤわかんねえ、わかん、意外とわかんねえな、でも意外とわかんないんですけど、なんかめっちゃあのうわゴブゴヤで削れてるわー感がねやっぱ薄いんですよ、薄いし、まああとやっぱロイとかジャイとかゴレとかエレジャイとかをね対戦するとねマジでわかりやすい、本当に無能です、マジでポケットないドラえもんぐらいただのネズミ、マジで何お前っつって用なしですよね、ネズミ猫か、まあどっちでもいいんですけど、いやマジねもう無能なやつ並べていいぐらい、コイキング的な、まあババコヤと、まあババコヤと比べたらどうだろうね、難しい、でも本当一緒っすね、ババコヤもやっぱなんか呪文で壊されて最後に1体しか出ないやんで弱いんですよ今、だんだんなんかずっと2体ずつ出るときはちょっと強かったまである、やっぱ最後壊れたときに少ししか出ないは弱いんですね、墓石も今壊れてちょっと出るんですよ、3、4体ぐらい、3体ぐらいだっけ、あれがちょっと優秀なんですね、結局壊された瞬間に活躍できるかどうか、その瞬間がどうかっていうね、いやーこれよ1体はい一発届けます、で終わっちゃうんですよ、いやーなんだこれは、まあまだ今日またなんかさっきもなんか気をつけの変なんでしたよね、気をつけられるっすね、ブーブーいる、マザネクいるかな、いやでもホバザッピー俺スキラさ打ったよな、あれ打ってないっけ、いやなんか檻入ってるもんいや珍しい、いやマザネクいないっすね、幸せだ、いやこれがねやっぱ弱いよね、5だけで済むってさ5コスやん、この性能なら4コスでもさちょっと弱くねってなっちゃう、ぶっちゃけやっぱね小焼けは壊れた時に出る、ファイスピも壊れた時に一体出るやん、あれもともとなかったっすからね、なかったのが一体ついてまあまあまあみたいな、壊れた時に2体出るとかにしたらさちょっと強そうじゃん、強すぎるか、なんだホバリング残った、さあまあでも今回の相手はねないんでね、あれがいやこれ5で壊されるからよくないか、あじゃあ新鋭体能力だ、全然普通のテンプレート、逆サイ来たら暴走してもいいかもね、わかんない、ホバも沈めてあげて、いやいいよこれスケラ打つだけきつくない、まだ祈りですか一旦、いやーでもこれで入るのがねやっぱチェーンスクラの強み、ハイバルンだ、インビス出すなら高めか、ロイグ来たらゴブゴヤでいいし、うん、ここのアイスイーツに5絶対当たんないだろ、さあ攻め取るのでもう吸ってよくて、いやー一回見てからね、ファイブ咲いたし、さあからのポイまで構えて打っちゃうか、正直打たなくても、いや檻まで溶かせるって考えるといいポイズンです、さあスケラが、いやでもダメージなんかあんますね、しっかり守ろう、まあ、ナイトベビドラ最強です、まあゴブゴヤはロイフグ来たらぐらいかな、危ない今トルネ使いそうになってた、
まあ、キング起動してるのもねでかいね。さあ耐える。いやだ、これやべえかな。いやこのベビラちょっと危ないかな。あ、俺がスケル打つと思ったんだ。でかい全然そんなことない。ポイズン、よしよし、溺れてもらって。いやでかいぞこれ。ベビラ乗った。ファイブか、だいぶヤンキーしてるぞ相手。ファイブ打ってこい。さあそれは誘ってるまである。コストないんじゃね、そのタイミングは。いやいいよ、めっちゃ打ってるよ。でこの落ち着いた時のゴブゴヤ最強。やばいやばい、なんで2体は良くないね。さあして守って、守ってゴブゴヤ置いて、デビドロ最強。もうタイブレイクです。1個持って勝ちです。あ、パス。オッケー。まあ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 意外といいじゃんなんか試合的に対戦相手的なのかな。そんなゴブゴヤが変化が分かりづらい、非常に分かりづらいんですけど、めちゃくちゃ弱くなってます。はい、マジいないっすね使ってる人。相当なんか、あ、そういう趣味なんだなみたいな。特殊な人以外ね、ちょっと使わない。ほんとババコヤと同じぐらい並べるっすね肩を。なんでまあゴブゴヤであるメリットはなくなっちゃったよって話ですね。今までの置いてたら、うわーうざい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 、ゴブゴヤがないです。もう壊しちゃえばいいんだね。ポイズン、置かれた瞬間ポイズン打つ、置かれた瞬間ファイブ打つ、はい、それだけでもう十分ですっていうのが今のゴブゴヤかな。さあスケキンです。スケキンか、チェーンスケラー対決ありそうだね。どうなんやろ。あーないです。3体欲しいな。ロイジェイかな、ブーブーロイジェイの可能性はある。いや何それ、危ねえかなポイ打ったら。ウッド、あーロイだ、全然ロイ、全然ロイです。ザッピースケキンロイです。はい、なんでまあマザネクいるんでどうしようって話ですよね。スケラはねもう残り3倍ダイムの残り5秒ぐらい、残り5秒遅いか、もう残り20秒ぐらいまで打たないがね勝ち筋というか重要かもっすね。まあマザネクもう出されるだけきついんですけどね。出されるポイズン打って、一旦ね、よしよしよし、今勝ってます今勝ってます。いや打ちてー、打ちてーけどねー難しいな。まあ一旦耐えましょう。はい、耐えれば勝てます多分。いやー脆い、これは変わんないんだけどね。壊れた時の3体欲しい。あそこにやっぱセムウッドを使わせられたりするっすからね。めっちゃ来る。まあ過剰ではあるがそれでいい。ダメージ勝ってますからねいやダメージ勝ってるのマジやばい。でも守ってる、守るの大事なんだよ。守れば勝てるんでクラロは。いやー範囲攻撃最高。いやこれがねやっぱ今までのゴブゴヤの弱みが出るんですね。はみ出ないんだよこれ。ここに今まで3体いたんですよ。これがね、まあ、悲しい。3体いたら今のトルネードもね許容できたかもしれないけど、1体だとちょっと心細いかな。さあもうおとなしく守りましょう攻撃とか知らない、もう俺これ守れば勝ちです。守れるかどうかっていうとこある。チャイ全滅したいな。チャイ最強だから、ポイズン打ちてー。
打っても良さそうかな。これは仕方ないですね。まあ耐えます、頑張って耐えたい。いやーマザニクをねタルババ、いや槍コブでかいタルババでね防衛したいけどね。いやーでかい、これ置いて、まあ、これはポイズン貼っていいですね。ロイジェを溶かすっていう意味でも、でマザネ君溺れてもらって溺れながらのまた樽でもね処理。いやめちゃくちゃいい、そのアイストリトンか。まあでも左サイドちょっと強できるっすね。さあ頑張って守る、まあ負け筋はマザネクブーブー来るかな。ロイ、まあ、来たらファイブ使う。やべえ、待って僕がめっちゃ頑張ってんだけど、まさかのまさかのだいぶ頑張ってんだけど、さあまあ下げて守れば勝ち。いやまあこれが遅延スキラみたいなとこあるんで、いやちょっと槍ゴブとかゴブガのおかげで勝てたみたいないやそんなこと、いや結構ねやっぱ相手もソフトするためにね攻めでコスト使ってたんでね、その間に3体ずつの槍ゴブが頑張ってましたね。まあ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 、うん、ちょっと活躍されると困っちまうな。ちょっとゴレとかエリゴレとか引かないね。てかエリゴレやばいね、ゴブゴヤだって意味わかんないでしょお前ほんまにゴコスかってなるから、エリゴレだけはてか弱いっすね、エリゴレとかにはもう。ええすごい、オシャンティルート行政だ。まあ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 、キンキクエイクでしょうね。え違う違う、珍しい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 、珍しい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 、ホグフリだ、マジで珍しい。山3体欲しかった、いやマジ珍しいぞ。えこれマトレルート強制されんのかな。あーよかったザップ使ったし、ね、いやでも壊れた時1体なのこれ、ちょっと心細いね。えやばいやばい、フリーズ今神タイミングでさ来たらちょっと怖かったね。いやー多分フリーズなんですよね、ザップなんでね。どうしようかね、まあ守ればいいやろ、守って最後に頑張る。うんまあそれだけ、チェーンスからほんまに守ればいいんでね、攻めなきゃ負けないんでぶっちゃけ。そういうデッキです、一生守ります。端前プリンでリズム崩されたりがちょっと嫌かな。いやーベビドラいいね、一体この一体がはいさよならして、いやーこのベビドラのダメージ、チェーンスケラーとか使ってるとこの1、2発で喜べるっすね。まあこれ延命されるかもね、してこない、でかすぎる。ロッケーの可能性は薄いと思うんですけど、フリーズが来そう。よし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 、地道にね、マジちまちましますチェーンスキャラなんで勝ちたいんでね。スラップ打つ、ここのフリーズね、あでもプリンセスとか咲いてると来なさそう。いやー痛えなー今の、いやでも勝ちたいっすねこれは、勝ちたいんだけどね。プリンまでこっちに呼んで、ういやこれねまだスキルダメっすね、ゴブリンとガゴいるんで、あの絶対ボーポイ必須なんですよってなった時に、そうなんですよね、まだダメなんですよ、時じゃない
いや、これが時ゴブリンもガフも咲いた。ホグも、うわ、ホグ吸いたかった。一発も入れたくない。よし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 、ね、これを繰り返します。なんで耐えてニアド取る、耐えてニアド取る、耐えてニアド取る、うん、待って、アホ、ガチでアホ。どういうこと？マジで、あ、もうコストない、ちょ、マジでコストない。ちょ、マジで最悪。いや、勝てばいいか。勝ちました。あー、危ねー、ほんまに変なことしてたな。よし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 、まあまあ守る、守ってスケラポイズン打てばダメージが入る。まあそれは遅延スケットのほんといいとこなんで、まあ、いかにこの足引っ張ってるゴブガのね分をカバーできるかみたいな。まあ今回手がフリーズだったんで小屋は残るんですけどね。ザップかっていう、まあ、やりゴブ1点にザップ打ってくれるのって話ですけど。おっちゃんよろしく。すごいね、なんか自分で名前におっさんってつけるな。本当におっちゃんだったらなんかいいですね。ゲームしてくれるおっちゃん、うん、さあうっと守ります。いや、小屋置きたいんですけどね。マジでこの手札やばい。うい、えぐすぎ、アドが。ああ、クエコグっすね。最近ね、このロケホーマイティ、まあ、バルキリーの可能性もあるんかな。ちょっと流行ってますね。ああ、よかった。トレネがあるサイクルなんで。まあ、これは最悪ですけどね。この小屋は、もったいない。まあ、でも。まあ、キングギロできたことにね、だいぶ価値があります。はい、さあ、まあ小屋出すなら逆サイドの一番端前高めがちょっといいんですけど、まあほんのちょっとすぎるか。端前バルキリー来たら止めます。うん、バルキリーオグされるとちょっと嫌ですね、今この手札。これ待っていいね、そんなエリアドも取ってないでしょ。あれ、だいぶ取ってた。いや、相手も待ってるっす。チェーンスケラーはもう3倍タイム最強なんで、ぶっちゃけ2倍タイムですら、引きこもりたい。これね、ナイトをやると、ちょっと怖い、バルキリーホグが。いやー、いい流れっすよ。まあ、ローキックだけなんか適当にさばいてあげればいいんで、ボムだと思うんですよね。テスラだとちょっとね、このベビドラが行かれるんで嫌ですけど、ベビドラ俺は残したいんですよね。まあ、テスラだとちょっと嫌です。まあ、釣れます。まあ、バルキリー痛いな。
やー、バルキリーテスラやばいね。まだも耐えて、耐えてだね。テスラがマジ強いんだよな。あ、これはちょっと美味しい。なぜならこれは右サイドで戦いたい。いやーマジ全然入らんな。いやでもね、意外と地味に追い上げてきてはいる。いやバルキリーめっちゃ優秀。いやーこれはもう上手としか言えないですね。まあ墓石だったらな墓石だったらなみたいな。はい、まあゴブ小屋がお前何したんっていうあれもうゴブ小屋置いたっけ。いや置いたか。何回かホグの受け使いたい時に置いたっすね。墓石でも同じ役割できるんで、まあそのニコスがなければみたいな。もうわかんないですけどね。テスラも厄介でしたね。まあ、クエイコがね、ちょっと今季熱いっすね。マイティ型あって、バルキリー型あって、あとボム型もあって、みたいな。スケ型、ゴブリン型もあって。結構環境トップにいます。マジアチョオールブレイカー、マイティ、ロケコ。てか、ロケコとかマジアチョじゃないとね、やっぱこのエリゴレとか、まあ、ゴレエリポンとか、まあ、エリジェが止まるか。やっぱ止まんないっすよね、大型が。そう、ロケコがね、やっぱラッキー強化されたのもでかいし、エリゴレとかを止めるためにも、ロケコ採用は、だいぶ熱い。さあ、これまたクエイクじゃないことを祈りながらね、ゴブゴブ来ます。お前、煽ってきたな、今、一瞬。おー。さあ、これはラバルかな、もしかして。ラバルだとめちゃめちゃきつい煽られてますけど私。いやこれね、ババとか縦線とかだと終わっちゃうんで打たないっすね一回。まあでもだいぶなんか元気な子が来て楽しくなりそうですね。こういうやつをしばくためにクララはしてる。やべ、しばかれそう。まあね、いったね。いや、スケドラ強化されたんでね、それラバスケラもいますよ。全然当たり前なことで。嫌なんじゃないん、この3体が。無視されるのちょっと嫌なんで、ちょっかいかけます。まあラバからフェニックス型だとね、結構戦いやすいイメージはあるけど、あんたの陸もう一枚が気になるんだよね。お、これは、イッティ。マイティともう一枚。墓石。墓石でそんな止まる。あんま止まんないでほしかった。うざいぞ。いや、キングギドあるて、それ。何しとんねん。キングギドあるて、ザップ打ちたいんでしょ？打ってこいよ。うぃー。これは、仲良くね、
大乱闘と行こうじゃないの。まあでもこれちょっとスケドラ厄介っすね。いやーこれ1体ここマジでさ3体おったら幸せすぎん今のってことですよね。マイティボス儀なんで意外とスケラの動ききつそうっすね。気づいちゃったけど、あなたさんでこのゴブガイもなんか地味に嫌なんでしょ。本当は嫌になってんじゃないの。いや1体しか出ん、マジ3体出んの幸せすぎる。意外とスケラブきついんじゃないの。よしよしよし、圧をかけて、あのボス木ちょうど壊れそうだな。スケドラもいないサイクルだとちょっと受けむずいんじゃない。ちょっと受けむずいんじゃない。だいぶむずそうだねあんた受け。いやこの位置のゴブが負け筋だ絶対に。まあでも勝つけど俺は。まあ俺は勝つ。トルネードあるし、あんが巻いてきた。まあ俺は勝つけど、うっ、危ねえ。あ、ドヤ顔グッドゲームします。マジドヤ顔です。これ以上ない、これ以上ない、これ以上なさすぎる。このドヤ顔守んのかそれ。あー守れないよねグッドゲーム。いや気持ちいい気持ちよすぎる。ありがとう。しっかりね、リーグ、名前もちょっとあんま分かんねえな。うん。サブアカで頑張ってるタイプね。なるほどね。よし、気持ちいいですね。これ勝てば12勝です。スタープレイヤー。まあ、対ラバニだけね、ゴブがちょっと頑張ってました。地味にね、チェーンスケラーは、やっぱ空、厄介なんでね。バルーンはいいですけど、ラバはね。よしよしよし。まあ、一旦タル転がして。おー、ヤナメ、グッドゲーム。マジ、めっちゃグッドゲームやってくんな。おお。え、めちゃくちゃ打ちたい。これ、マザニク持ってない限り、ガチきついっすよ、相手これ。普通は。マザニクでは持ってんのかな、あのグッドゲームの感じ。持ってない。いや、ダックプリーか。ちょっとレア。おお。まあ、アイビスのこれ範囲広くなったんですよね。そういえば今日か。いや、優秀すぎん？アイビス今の。いや、これ、あれだ。モハメド・パルサみたいな、ペッカ・バルーンスケラーっすね。バルーンいます。なんで、まあ、雑にバルーン咲いてくれたらすげえありがたいんですよね。キング起動できるんで。そんなことある？そんなことありますかつって。これだってスケラももう怖くない。ザップとか打ってきてくんねえかな。いや、どうだ？あー、勝ちました。絶対勝ちました。どうやっても負けないっす。だって相手スケラでバルーンです。どうやっても負けないっす。バルーンはトルネで。スケラは金起動してるんでガン虫 GG です。まあでもダクプリエリキペッカとかなんで、まあ負け筋はなんかペッカダクプリで押し込まれるとか、まあ、俺が今からあの攻めスケラ打たなかったら多分勝手に相手が苦しんでいってグッドゲームって諦めると思いますよ。ぶっちゃけ本当にそんぐらいきついと思う。相手は一生エリキボーボーして、おーそこに使ったらトップできないですもんね。俺は、まあ、あの、もう贅沢にね、このトルネでタイブレイク狙う。
タイブレイクって、で俺やべバルーンの存在忘れてた。まあまあまあでもキング起動してるんでね。はい、危ねちょっとだけ汗かいたけど、まあまあまあ、もう本当に変なことしなければ大丈夫。こっちかな、一生守る、何があっても守る。まあペッカクだけなんか厄介かなみたいな。ベビドラをねトレネで自陣にやって処理するんですね、これちょっと特殊っす。いいトレネ、ヤナム打たれる。これ相手もしかしてヤナム削りあるっすね。でベビドラ真ん中とかに出しちゃうとちょっとキング起動されちゃうリスクあるんで、そこだけちょっと気をつけて。節約、うん、まあ俺が今のまま何もしなければ、これなんかフェイクでできそう。はい、でダークブリーさえたら意外とあんたさんスケラの受け厳しいんじゃないんですっつって、もうねダメージ稼ぎですよ。はい、スケラが入ってねいやもうこれ神相性ですよね。やりゴブリンで聖域立てて、まあダークプリいるとスキラがちょっと入りにくいかな。あでもダークプリあの一生ベビドラ飛びます。まあこれもトルネタルで強制ボンバーしばき、いやーキング起動もしてるし、えこれもしかしてさ今トルネでキング起動していこうとしてたじゃないですか。もしトルネのレベルが10だったらね、あのわざとユニット乾燥させなくて緊急起動するタイプの可能性はあるんですけど、まあさすがにないですね。さあおじいじ神相性でした。まあさすがにないですね。ということで最後はマジックアーチャー出ませんでした。